し、この中の人間は誰しも知識でなく、生まれたとこから備わっている知恵のある。知恵と心がある。知恵は単なる知識ではない。人間が生まれてくるというのは、母親の母体の中で一つの生命が誕生しよう、誕生していこうと。母体において人間として心備わる。心は何か、それは知恵、自然の知恵。誰しもこの世に出てくるときには知恵を 100% 持って出てくるものは誰もいない。成長していく上に知恵が同時に成長していく。自然のものに自分が目をやり、自然のものに自分が接していくことによって人間として成長していく上の知恵になる。お釈迦様は何を教えていったかというと、心、それに知恵というのを教えていった。ただ目先だけにとらわれ、また達人知識だけに人間がとらわれていると、人間が持っている知恵、このものはゼロである。知性とこから死ぬまでに対して、自分が他界するまでに対して全く知恵が含まれないっていう、開発されないっていうことになる。30になっても40になっても50になっても、いくら年を取っていても単なる知識だけにとどまるっていう。医学的に言うと脳の中の細胞にしか言葉、文字としてが残らない。知恵っていうのは一つの心であり、悟り、自分が反省した上の悟り、自分が学ぼうとする心のうちにできる知恵、それを本当の知恵言うと。いくら年を取っていても、自然の中において知恵を開発しなかったならば、人間はどのようになっていくか。一般の虚伝の中に独道という言葉が、独道ということは人間は知らず知らずに人間を行っていても、もう一人の自分、もう一人の自分がその中に落ちていくということ、生きていて。もちろん人間の識が滅びてあの世へ行くのも行かれないということになっている。それには全く知恵がないから、その人間として行うのが人間の魂、もう一人の自分、これが霊性、これに心が通じた時に知恵があれば、どん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 光に向かって進むっていうことができるし、知恵を開発しない人には六波乱、これに落ちていく、六道に落ちていく。畜生界、知恵を持ってこそ初めて人間としての行動、これが伴うっていうこと。知識では何も伴わない。知識であれはしてはいい、これをしたらダメやっていうのは単なる知識であって、自然界から生まれてくる自分の知恵によってその行動が抑えられ、人間として自分の方向性が決まっていくっていう知恵の開発、これがお釈迦様は説いていったと。知恵すなわち光、悟り、いたわる気持ち、苦しみに苦しみを重ねて、その苦しみの束の間の間、一瞬の間に歩もあれば楽しさもあれば、全てが苦しみの中に含まれている。人間は知恵を開発するのには苦しみに苦しみを重ねてこそ知恵が開発される。人間は誰しも苦しみから逃げようとする心が持っている。それがお釈迦さんが説いていった拠点の中にはどういうふうに書いてあるかというと、心には悪魔と善という言葉で拠点には書かれているということ。
誰しも楽をしようと思う。これが悪である。誰も苦しみから苦しみを重ねようとする者がいない。苦しみに苦しみを重ねていってこそ、自然の人間が持っている脳の下に置いてある脳細胞、何千億ってある、この知恵が開発され、一つ一つ自分のものになり、悟り、六道に落ちない自分の知恵がつくって。人間は人間として今生きていて、今目を持っているから、自分の心がどこに落ちているかわからないってこと。光のある霊界に行っているか、全く光のない暗闇に落ちているか、光があっても畜生界に落ちているか、全くわからないってこと。それを見るのもまた知恵であるってこと。単に知識だけではない。少しでも畜生のような心、また全く冷静としてゼロ、人間としてゼロの知恵では畜生同然であるってこと。不浄物でにもならないってこと。畜生へ落ちていくって。いくら頭がいい悪いっていうのは、単なる今下界においてのつかの間の知識である。知恵はそのようなものではないってこと。その知恵っていうのは何に書かれているか、どういう拠点に書かれているかというと、ズバリマカハンニャハーラーミータ神行、これがズバリ全部釈迦が取り入れた言葉がこの文字の中に全部含まれているってこと。マカハンニャ、知恵、神経っていうことは、作った人から作られた人に至るまで、その光の糸が心に入ってきたときに初めて神経である。その神経を生かすのには自分の悟り以外はないっていう。悟りったって難しいことはないっていう。自分が今まで行ってきた行動、おぎゃっと生まれたとこから今現在までのこと、当時いろんな空白があると思う。しかし大きく大きく自分が何をやってきたかよく思い出し、悪いとこは反省する。そしてそれを反省した上で自分のものにしていくっていう、これも悟りである。それによって知識が脳から脳細胞に落ちてきたときに、初めて自分の知恵として開発ができ、一段と大きく悟ることができる。何も難しいことはない。宗教そのものが知恵であり、釈迦が説いていった仏教、これも知恵である。知恵以外には何もない。この知恵は何者かというと、創造神の意図である。それを見にかしたのが人間の持っている想念であるってこと。想念、これも知恵。人間が一つ頭の中で、ああ電気の玉一つ作りたいな、こういう形の作りたいなって思う、この想念によって人間は知識を持った電気の玉を作っていくってこと。想念なくしては何も作られないってこと。この想念すなわちこれも知恵、大きい知恵って般若ということになっていく。何も難しいことはない。自然から学び取るものが全て知恵である。それを漠然と見ているのではない。意識を持ってこれを追うって、自然のものを追っていくってこと。天丸が一つ投げたら、ね、普通の野球、普通の野球、野球はね、野球でこういろいろ見てると、キャッチャーとピッチャーがいて、パーッと球投げるわね。球投げた後ポカッと横向くものは誰もいないはずよ。キャッチャーグローブの中、もが減ったかな、ストライクになったかな、ボールかな。球と同時に審判を見てるはず。そのようにして人間の目が終滅度というかね、そのようにして自分の光の糸を自分で目で分からなくても、それを追う努力をするのが自力の修行である。ボールを捨てた後に
そうやって横向くんでは全然何もないっていう。一生懸命追うていくはず。その時の人間の集中力、すなわちこれが知恵。だから自然界においてやることなすことを人の想念が一つの悟りであり知恵に変わっていく。ただそれを使っているだけでは、さっきの話で電気をパッと灯して明るいなと思っているだけでは単なる電気っていう知識にしか過ぎないってことや。これは深く考えって言うんだ。なぜ電気ができたのかって考えなくてもいい。あ、この人が作った人は誰か、あ、松下幸之助かって、あ、あの人は立派な想念を持っていた、見習わなくっちゃって、これだけでも知恵になるって単なる使うだけだから知恵が全然開発されなくてゼロのまま死んでいくんや。そうすりゃ不浄物理になり色障害に落ち何もないってこと。人間は悟ろうとすれば色障害に落ちられないってこと。悪になっても色障害は落ちないってこと。悟ろうとすれば光だけ求めなかったら不浄物理であると。だから人間は知恵そのものが悟りである。これを開発するのには一生懸命返そうと思わなくても自然の流れに逆らわず、その自分の心に合わせて自分の知恵に合わせてそれを原点に戻していくのが知恵である。すなわちそれも宗教である。その糸でつながれているものである。だから人間が生きていて一分の意識は何も知らなくても、ただ単に人間の顔をかぶってるだけや。この絵には知恵をつけるために出てきている。悟るために、心の行をするために出てきている。出されている。それをおろそかにするとダメや何もかも自然のものに逆らわず、それを一つずつ自分のものにしていってこそ本当の知恵の開発である。意識を持っては知恵の開発はできない。何にもならないということになる。そうすることによって大きい光がかぶされ、自分の心三つの原則、善悪をわきまえる知恵、これが言ったように自分をいたわること、精進、精神、努力というものがおのずと伝わってきて、やることなすことが全部自分で禅の道に入っていく。禅の道に入っていくことがすなわちこれが自然界の知恵である。何も人間が意識を持たなくても、もう一人の自分がこうっていうものに対して目覚める。目覚めるのはどういうふうに目覚めるかっていうと、今言ったように人間としてもう一人の自分として知恵がゼロゼロであった場合には、人間は単に知識を詰めただけであるってこと。自分の胸に入っているもう一人の自分が目覚めようとしないっていう。もう一人の自分を目覚めて時に初めて人間として知恵を開発できる。なかなか人間は生まれてきて冷静を持って出てきても意識を止められる。心の行するために今までの意識は止めてまう。止めなくてはそれ以上一段と上がる心っていうのができない。まず自分の持っているもう一人の自分を目覚めさせるということが必要になっている。目覚めさせるのにはどうしたら目覚められるか。ともかくよし、自分は一生懸命心の行をしよう決めて、心を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 2日でも3日でも4日でももう一人の自分の声が聞こえるまで、心っては何か、心っては何か、心っては何か、心って何か、それの繰り返すことによって自分のもう一人の自分が目覚める。目覚めた時に初めて人間ともう一人の自分、これが一体になって
知恵の開発に入っていくという。さっきも言ったように知恵はそのまま大きい光になり、立派に言われている一つずつ悟るっていう心ができていく。悟るっていう心は何かしと大きく反省をしていくっていうこと。また自分をいたわり人をいたわっていく。何事に対しても集中をしていく心っていう。ボケーってしてるんではなくて、あれもかこれもかっていう集中していく心、これも知恵の開発である。立派に言われているように、多宗派で言われているように、こうすれば愚問諸法瞑想で知恵が開発されます、こうすればチャクラが開発されますっていうことは、一切それは自分の霊性、もう一人の自分、自分も目覚めんことにはチャクラの開発とか愚問諸法瞑想とか言うてたって何にもならないっていう。ただ馬鹿げたことを人間として式としてやってるだけだから、人間の式も滅びていくし、人間としての知恵も入ってこない。単なる知識だけに終わってまうから、体すら滅びようとする、自分の肉体すら滅びようとしてる。むやみにそんな行に入ったり、自分が何も分からずして、一般にやってるあの人は偉いなっていう滝の行をしてみたり、山こもる行をしてみたり、断食をしてみたりしたところで、人間の式を早く滅びすだけに過ぎないっていう。知恵の開発すらできないっていう。だからお釈迦さんはそれを身をもって体験したっていう。大臣の下で光の車で悟って、そして五輪の陸に説法するまでには、いろんな荒行をしてきて、単なる知識の行にしか過ぎなかったってことです。だからそれを捨てて、自分が悟ったその段階で、自分の識が相当痛めていたで、これ以上長いことできない。さあ、もっと自分が悟った上でもっと荒行をすれば、まだまだ悟ることができた。まだまだ今みたいないい加減な仏教、釈迦が説いていったのはいい加減ではないわね。人によって、後から伝わっていく。面白い陸人たちによって、こうっていうのは曲げられてきた。だけど、お釈迦さんがもっと荒行し、もっと自分が目覚めて、悟ることによって、乱れるような世界はなかったやろと思う。何かと、18年も苦労して、やっとそれが分かって、その時には自分の体がズタズタになっていた。だからそれを捨てて、ただ、方便によって、今までの知恵によってそれを生かした、法に入っていったんですね。法の言葉に入っていった。方便を持って、それを解き明かしていったんです。だから知恵っていうのは、まず自然の流れから出てくるものであり、自分が知らず知らずのうちにして、自分がその知恵の開発をしているっていうこと。人間は、人間そのものが与えられたものであり、開発すれば、開発できるだけの知恵はできる。だから大いに自分の知恵を開発しなきゃならない。まあ、お釈迦さんが説いていった言葉、ね。単に目覚めんといて、無茶苦茶な行をしたり、無茶苦茶な心を出した場合には悪であり、自分の体、人間としての体、またもう一つの自分すら潰れていくことになる。よく自分が言ったように、心心っていうのを思い浮かべ、もう一つの自分が心心って言うてるうちに、あれと思う気がつくときには、初めて自分の、もう一人の自分が心っていう言葉を出した。心心心心って目でつぶっていれば、おのずと心心っていうのは頭に入ってくる。それが目覚めた。目覚めてからはいろんな行をし、荒行してもいい。ただ、日常生活において、見るもの見るものすべてが心である。行にも入っていかれる。心っていうのは作って心の行をするものではない。日常生活において見るもの見るものがすべて心である。自分が分からなかったら、心っていうことに対して自分が分からなかったら、自分を目覚めさせて、もう一人の自分を目覚めさせて、昔から人を見て我が身をすれっていうことを、人を見ていれば
自分もまた同じようなことをやってると思えばいい。わからなかったら、そしてそれを見て、あ、自分もこれをやってるんじゃないかなって気をつけていくのも一つの悟りであり、自然の流れの知恵の開発でもある。例えばよ、男の人ぐらいやったら車乗っていて窓開けて何食わん顔してポイポイとタバコ投げてるわね。僕らもちょいちょいやったかもしれない。無限にやってると思うわの、気持ち的に。だけどこれを見ていて、の自分がやってたら何もわからないんよ。善か悪か、これが目覚めか心か何かわからない。パッと人がやってると、ああ、いや見にくいな、あれ危ない、危ないんじゃないかな、気付くんじゃないかなって、そういう心が働くんよ。それで自分も大きく反省する。そこで人を悟られるってことや。まあ自分のやってることまたポイってやるかもしらんけど、そういう日常生活感じにおいて、目に見える終滅度、物質物体において自分が学び取ることがたくさんあるっていうこと。それがお釈迦さんが言った煩悩っていうこと。煩悩、人間は生活するには煩悩がなきゃならん。現代に合わせた煩悩もたくさん出てきてるってこと。お釈迦の自分にはタバコあったんけど、なんか今はタバコあるけど、このタバコも一つの煩悩やってこと。生活する上において、まあ一時の安らぎっていうかね、その言葉で言うと、それを求めようとするときにもタバコが必要になってるかもしれん、お茶が必要かもしれん。それは自分のものにしたときに初めて煩悩の設立ってことになる。一線を越えない煩悩になってくる。煩悩っていうのはね、お釈迦さんも誰も煩悩捨てなさいって言うたも一人目に、お釈迦さんも煩悩、あんだけ悟っても煩悩捨てれない。なんでかしと80いくつってな生きてたの。ここまで生きてられてんやで、うん、今時代に合わせて科学もあればいろんなものがあるんだ。まだまだ生きようと思ったら生きられない。お釈迦さんなら自分と違って、うん、食べるものが必要やし着るものも必要や。お釈迦さんまず男やけど振り散られたわけじゃねえんやで、ちゃんと衣着されててね。やっぱ着るものも人間に合わせた、食べるものも必要、着るものも必要、考えることも必要、また知識として入れることも必要。それは煩悩や。だから煩悩捨てって言わなかったって。ただお釈迦さんは煩悩を和らげなさいって。大煩悩を持つのを捨てなさい。与えられただけの煩悩にしなさいって言ったんだ。だから一線を越えない煩悩っていうことが自分の心の原則に変わっていくってことだ。これは悟りとか煩悩っていうのは僕はここまでですよってこう言うても、人にしてみればこれは高いかもしれない、低いかもしれない。だから人間、また自分のもう一人は自分で自分が一線を引くものであるっていう。あなたはここまでしてるから私もここまでって、そういう心は、これは人の願望にしか過ぎない、心の願望にしか過ぎないってことで、人がここまでやってるから私もここまでってやったって、その人には ついていけるかついていけないかわけがわからないってこと。これは願望にしか過ぎない。だから自分に合わせた一線を引くの、これが一番ええってこと。人がここで引きなさいって言ったって、その人にはそれは楽かもしれない、もう死ぬほど辛いかもしれない。だから自分で自分の心に言い聞かせていく、それが慌てず知恵の開発をしていく心、これが一線を自分で縮めるってこと。だから人間は一人一人悟りが違うっていう。お釈迦さんここまで悟ったから、よしお釈迦さんの上行ったろと思ったって、なかなか上行ってる人もいるけど、いる人もいる、また下下がる人もいる、いろんな知恵の開発によって。しかし学び取るところは学び取り、自分のものにしていくのが仏教でいう実践行、菩薩行っていうことに変わっていく。だからお釈迦さんは難しいこと言わない。法の種をみんなに巻いて歩いた時には菩薩行っていうことを説いていった。なんでかしら、日常感じにおいて目につくものが全て心である、見えるものは全て心である、またそれも大煩悩に変わっていきますよということに変わっていった。だからこの仏の教えの中に4つの訳がしたいっていうこと。生空老死、この世に生を持ったからには必ず苦しみが来ると。
そして衰えが来ると。そして人間は必ず衰えたら死んでいくものへ。それは人間に当てはめたものでもあるけど、自然界の中において釈迦は当てはめていったってことしたいっていうと、人間にそれをストレートに、今仏教では生空老死っていうのを人間にストレートに当てはめてるから人間は悟れないんだ。生空老死は人間にだけ生空老死があると思ったらダメやってこと。なんでやった、知恵の開発をしなくて単に仏教の本を読んで知識だけに止めようと思うから生空老死は人間にしか当てはまらないってこと。自然に当てはめなさいってこと。ここにセンスがある、センスがこれに当てはめていくのが知恵であるって。一生懸命本を読むから生空老死は人間だ。どの本読んでも今の仏教家は生空老死は人間にしか当てはめてないんだよ。だからボンクラへ知恵がゼロ、人間としての知恵が全然開発されないってこと。自然に覚えたものだけが開発されてる。 10% から 15% しか開発されないってこと。少なくとも 30%、50% っていう知恵の開発はそのようなところに出てくるものではないってこと。それを読んでいて知識に落としたら、すなわち自然に目をやれってこと。この自然界において目をやれ。そうすればこの奥義一本も生空老死であるってことよ。人間の想念によってこれが生まれてくるんよ。奥義っていうのこれを見ていても必ず開くと分かるように、もう壊れているんや。これの壊れる間にはだいぶこれ苦しんだろうと思うんや。叩かれもするし、あーってねじられもするんや。これ苦しみや。そしてこうやって衰えていって最後にはポッとされる。それをみんな当てはめなあかんっていう。一つ一つにこだわってるんでは頭でっかちの数字にしか過ぎなくなってくるっていう。だからくどいようやけど、もっぺん言うたくどいだ。自然界っていうことは自分の身をもって見えるものが心であり、日常生活において全てそれが学べるっていう。だからお釈迦さんもう一ついいこと言う。みんないいこと言うてるけどね、どういうこと言ってるかしら。自分以外はみんな知りあるっていうことも問いで言ったってこと。ね、僕は今一生懸命こう座って偉そうな顔してみんなに話してるけど、さっきのタバコでねえけどね、ああかんなあんなことしたらと思ってて、自分をまたポーってやった時があるんやで。足元だと思った時には車しててもう部屋へ目がねえわ、高速道路にやってると。だから自分が偉いと思うな、人の下に入ってこそ自分がその上に立つことができると。それも自然界の流れである。それも知恵であるということをお釈迦さんは説いてる。だから自分以外はみんな死である。どこからでも学ぼうと思う気持ちがあれば必ずその人の下に入るということがある。だからその人の上に行くと投げているタバコすら目につかないということ。この下の必ず人の下に入るって気持ちがあれば何でもが学べれるって。タバコをポイッと投げても、ああ悪いな、したらあかんな、自分はしたらあかんなって、人がやったことですら自分が反省して行いがしなくなっていくってこと。自分が必ず自分が偉いんやと思っていれば人がそれをやってもそれすら身につけないんよ。これは仏教でいう無形義っていう言葉があるけど、これは無形義ではないっていう。仏教でいう無形義っていうことは何も思わないっていうことに変わってるけど、何も見えないってことに変わっているけど、違うっていう。それは無にしか過ぎない。馬鹿にしか過ぎないってこと。人間は知恵を持てば馬鹿にはならないってこと。やることなすことを見れば、すべて自分のものにしていくことができるっていう。そして、お釈迦様は、自分ともう一度の自分が一体になってこそ、本当の姿が見える。心が見える。ということをおっしゃっている。そして初めて他力っていう言葉が出てくる。人間は他力に入り、もう一人の自分が心の行、すなわち自力の行に入っていくという。他力と自力っていうのはここで分けられる。目覚めなくして他力には絶対になれない。
目覚めれば人間として人間は無であるっていう、目覚めた時にはもう一度の自分が目覚めた時には人間は無である。なんで無かっていうと、さっきの死体でないけど必ず死んでいけば人間の姿はないんや。人間の姿あったりせんねん、死んだら燃やされたり捨てられたり埋められたりするんだから、もう一度の自分が生きるっていうことよ。だから無っていう言葉が出てくるって、そこで無っていう言葉。だから永遠に自力であるってこと。人間が他力になった時には死ぬ時であるってこと。必ず永遠に自力の修行をしているってこと。自分が分からずして自力の修行をしていたり、自分が意識を持って自力の修行をしていたり、いろんなことをしているけど、でも知恵の開発が遅れるがために不条物霊になり畜生に押していったり、いろんなところをしていくってこと。人間はただ一遍他力になることができるってこと。死ぬとき、それ以外は他力ではないってこと。だからもう一度の自分が目覚めることによって、自分の因縁、この世で起きた因縁、この世で出てきた因縁ってことよね。前世の因縁は全くないってことよ。この世で出てきた因縁、これすら切ることができるって。もう一人自分が目覚めることによって、だからもう一人自分が目覚めてこそ初めて自分を守りきることができるってことよ。立派にいろんな本の中に、しむれを持ちなさい、しむじんを持ちなさい、アホなこと書いているいろんな霊能力者、いろんな仏教家がいるけど、全くあれはデタラメであるってこと。しむれ、しむじんってどういうことかというと、自分が目覚めて自分の霊、霊性、自分が持っている自分が死後の世界へ行く霊性、これが悟り、自力の修行に入り、自分が光ることによって、自分の体の中から目を覚まして自分に出てきて、自分の肩へ乗るんや。これが、立派に言われている、しごりってこと。あなたには立派なしごりがついてますねって。本当に見えてるか見えてんかわからんねんな。よう見れば本人の顔や。しごりっていうの。こうして自分を守っていくってことになる。また、しごり。立派に湧いてるその霊が、よその黒い人、まだ目覚めない人に自分から自ら強化に当たる。空いている時に初めて大集合が降りてきて、自分が飛んでいってまうから、これは危ねえと、この人間にいろんなものついたら、いろんな因縁がついたら、ダメやから来て、一般に言われる集合人と言われる集合霊やわね。大集合霊っていうのはその人の代わりに守ってくれるっていう。だから自分が目覚めて人の強化に当たるまでは、自分の霊性が自分を守っていくってことだ。何についても自分が自分を守っていく、その霊性すらない人もいるってことだ。心の行をして人間的に黒い渦を巻くんではなくて、白い渦が巻かれている時に初めて創造神から死後の世界を約束されるってことだ。ない人にも霊性っていうのが当たるって。持ってない人は早く光の白い渦を巻くように心がけなならない、心の行をしなくてはならないってこと。暗い渦を渦巻いてるんやったら、その人は生きていても無であるってこと。自分の体すら守ることができないってこと。まず目覚めることもない、何もないってこと。だから一般に言われてるいろんな本が出てると思う。死後霊を持てとか、死後人を持ちなさいとか、霊はこんななってますよとかって出てきてるのは、まずよく考えなさいってこと。お釈迦様はそのを解いていってんね。お釈迦様は苦しみ苦しみを重ねていってこそ、初めて人間としての知恵、自分の霊性が目覚めることができると。そして自分自身を自分が守っていくことができると教えてる。だからそこにある対象物、仏像とかそんなもんをお釈迦様は拝まなかったってこと。自分の心は自分で宿りなさい。だから今は煩悩が多い時代に入ってるってこと。だからそれを仏像だな、仏像を置いて、今は拝むち時代になってきて、そうするとこの拝み方は、阿弥陀さんや助けてくれるやろ、菩薩さんや助けてくれるやろ、観音さん助けてくれるんじゃなくて、自分の心、自分の持っている守る自分の霊性をそこへぶつけて、自分の心っていうのを見なさいっていう。そうすればその阿弥陀
如来さんも、またいろんな菩薩さん、観音さんが自分のものになって帰ってくるということ、その姿を表して、それが自分で言う死後、死後霊っていうふうに変わっていくという。生きていて、よう死後する人もいれば、持ってない人もいれば、自分自身すら守りきることのできない人もたくさんいるっていう。だから、最後にたどり着くのは、自分の心しかない。六道に落ちない心も自分の心である。まず自分を目覚めさせ、自分の心に持っている善と悪、悪を消滅させ、善の身になってこそ初めて自分が目覚めることができる。そして自然界の知恵を自分に落としなさい。悟りなさい。大きい光を求めなさい。という心っていうのが、聖八支道というお釈迦さんは言葉にまとめていったという。聖八支道、聖語、聖語、聖年、聖賢っていうような言葉は、どれを一つ欠けても心にはならないってことよ。人間はとかく何でも数で分けたがあるってことよ。ね、分けて一つずつ理屈をつけようと思うけど、これは理屈ではないってことよ。何一つ欠けても、もうこの人間は無の人間であるってことよ。だから人間は知恵。今日は知恵の開発、自然界において見ることなすことが全部、その根源を探ることによって、原点を見ることによって、心の目で原点を見ることによって、自分の人間としての知恵、もう一人の自分、霊性としての知恵、知恵の重みは大いにいいっていうこと。知恵のない重み、それはダメや。というふうにお釈迦さんが説いていった。